はい、こんにちは、サイズです。今日も福島県郡山市、セレクトショップ FA アカデミーさんからお届けしております。カメラは今日もモンドさん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日はですね、何をやるかと言いますと、FA アカデミーさん、実は古着も置いてあったんですよね。はい、はい、でちょっとかっこいい、私にちょうどいいサイズのやつがいくつかあったんで、はいはい、そちらをちょっと紹介してもらおうかなと思いますので、はい、じゃあよろしくお願いします。お願いします。デニム、ジャケット、デニム、ジャジジャ、サードタイプ、ね、何タイプ、サードサードタイプ、サードタイプ、すいません、フォースです。あ、フォースタイプ、フォース、はい。店長、こちらは、はい、年代的にはどの辺の。大体70、あると68年から71年ぐらいのものですね。うん、あ、正確にはわからない。そうです。60年代後半から70年代前半、はい。あ、これフォースタイプになるんですか。はい、あの70505っていう70505、はいはいはい、のビッグEなんですけど、はいはいはい、ビッグEですね。ちょっとかやってこのタグを映ってる。ちょっと今ピント合いました。ビッグEですね。ちょっと待って、なんて書いてある。あ、リーバイスって書いてます。E が大文字か小文字か分かればいい。あー、この E、ん、うん、ビッグ E ってリーバイスの2文字目の E がでかいってこと。そうそう、大文字。へえ。普通今のやつ小文字だろ。はいはいはい。あー、大文字のビッグ E なんですね。そうそうそう、大文字で。昔は大文字だったんですよ。へえ。はい、そうです。ここにケアタグっていう、まあ、白いケアタグが、うん、ケアタグここですか。これです。そんな揺れるんだ今、うん、ギリピント合ってます。めっちゃ揺れたね。はいはい、はい、サイズ表記が多分残ってない。残ってない、残ってないです、うん、これもね、古着で本当に1960何年のやつって、はい、そうです。の復刻版とかじゃなくて、オリジナルです。実際作られたやつですね。生まれる前だ。そうだね、俺も生まれてない誰も生まれてない誰も生まれてないです。いや、これかっこいいよね。すごいな、味があってね。そんなに持つんですね。ね、で、こちらがとりあえず一応リバイス。はい、はい、もう一回あるんですよね。あります。もう一回こちらです。はい、で、こちらはD のデニムジャケット、うん、101J です。あの一番有名なやつ、一番有名なやつです。ですよね。これだったか。これは何年ぐらい。70年代ですね。70年代。はい、はい、はあ、ここはこうギザギザになってるんじゃないか。わかんない、わかんない、わかんないですあ、それが特徴なんですね。特徴ですよ、ね、このステッチが。そうそうそう、ギザギザがあって、はあはあはあ、へえ。いや、元の色が全然残ってない。いや、でもなんかこういうの好きっす、ね、この、かっこいいよね、色落ちのやつ。少しリペアの跡ある。昔キッチンハイターで色抜いた時あった。あ若い頃やりがちなボロボロになっちゃった。そうそうそう。あ、でもこういいですね、色落ち感、ね、やっぱりなんかいいよね、味があってね、うん、この自然にこうなった感じがあってさ、はいはい、すごいかっこいいですよね。かっこいいな、うん、で、まあ、一応これちょっと大きいんですよ、どっちとも、はいはい、サイズがね。はい、でこれ多分
サイズぴったしの私ぐらいなんで、うんうん、ちょっと試着させていただきたいと思います、はい、よろしいですか店長。承知しました。はい、はい、試着してみました。こちらリバイスの方ですね。はい、どうですか、やばくないこれ、かっこよくない、うん、サイズ感もぴったりですね。ぴったしなのよこれ。どうですか店長これ。やっぱりあのサードと比べると、うん、着丈がいいですよね。あ、そこが、そっか、こっちはちょっと現代的になる。なんか味がかっこよ、ちょうどいい、ちょうどいい、なんかあのシャツがちょっと出てる感じのねデニムジャケット着た時にちょうどぴったしなんですよ、うん、いやーこれたまんないっす、たまんないっすね、たまんないっすねじゃあ続いてDの方も行かせていただきます。はい、はい、まあいいや、そのまま行きましょう。はい、こちらリーの方へ来ました。はい、どうですか。またガラッと変わりますね。ね、色が、色がやっぱこちら薄くなるよね。うんうん、はい、あの腕が、うん、腕のとこがもたっとするっていうか、ちょっと太めなのかな、はいはい、さっき。まあ着丈は同じぐらいですか。同じですね。あの方がやっぱり太いんで、太いですね、その分こう大きく見える。ああ腕のとこが少し太い、はいはい、いやでもかっこいいねこれね。どうですか、でも最近、最近の子っていうかあれですけど、うん、でも着れそうなね、うん、形ですね。いいよね、色と形とこれかっこいいよね。いやたまんないです。46ですからね、サイズ。これは46なの。はい46って超でかいねああ、でかいんですか。でかい、一応、リバイストリートで、ね、私にちょうどいいサイズのやつがあったんで紹介させていただきました。はい、ありがとう。どうしよう、買おうかなやってますじゃあ、とりあえず、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございます、はい、いつまで着て脱がないんですか。脱がないですよ、ね、気に入っちゃった買いますありがとうございます唐突にこれ一番買ってもらう、うん、いいですね。はい、はい、やった。それとあと前回そのバグアーの動画であのコメントいただいたんですけど、あの中折れのハットも合わせてみたらどうみたいな感じでコメントいただいて、このお店にあったんでそちらも買おうかなとこれなんですけどね、かっこいい。店長こちらはインポートのイタリアのブランドなんですけど、うん、はい、かっこいいよね。イタリアっぽいっすね。イタリアの聞いたからかもしれない。イタリア帽子といえばイタリアでしょどう、うん、ちょっと上から、上からどうですか。ちょうどデニムにも合ってて、ね、いいっすね。せっかくあの貴重な貴重なコメントをいただいたので、そもう買います。それは買わないと、買います。ちょっと失礼ですじゃあ、店長、こちらも買います。ありがとうございます。はい。コメント来るたんびに買うことになっちゃう。じゃあ、今日ありがとうございました。ありがとうございます。はい、さよなら。バイバイ。